あなた誰？私は待っていたみたいだけど。思い出してください。あなたはどうしてここにいるのですか？試験勉強をしていて、息抜きにファミレスに行こうと思って。では、試験勉強をする前は何をしていましたか？その前？それは、何をしてたんだろう。16桁の数字を見ていたような気もする。思い出して、きっと覚えているはずです。なんだろう。確か、金のストローで月の涙を飲んでみようと。それで私はどうなったの？気がついたようですね。私はクライン。正確にはクラインを再現した情報複製体ですが。クラインさん。ともかくあなたに会えて嬉しいです。やっと約束を果たせる。ちょっと待って、勝手に話を進めないで。状況知りたいんだけど、あれ？ムーンパレスは？失礼しました。それではあなたのペースで話を進めていきましょう。確か、あなたには話題が必要なんですよね。そういう風に見てたの？私のこと。どういう状況？よいしょ。ちょっと！そうですね。よいしょ、よいしょ。こちらもどうぞ。こう言われると、これで準備ができましたね。好きなタイミングでどうぞ。時間はまだまだあります。帰ろうかな。あれ私は今、クラインさんに会っていたような気がする。戻るとそうなんだ。じゃあもう一回飲むか。なんか意識が、なんてことしやがる。どういう状況これ。簡単に言えば、あなたはちょっとだけ鮮明な夢を見ているんです。ストローと月の涙の作用です。これ夢か。まだムーンパレスにいるのか。そして、ストローに刻まれた情報痕跡があなたの脳内でクラインを再現。こうして私と会話できているわけです。二重人格者が脳内で別人格と会話しているようなイメージですね。そうなの。ストローについて。なんか怖いことしてない？私、これからずっとあなたと一緒ってこと？安心してください。月の涙の半減期はおよそ30分。すぐにいなくなりますよ。30分って早え。それに、またストローで月の涙を飲めば再びここに至れます。なんかトリップしてるってこと。あなたは誰？月の68番、クラインです。技術者をし、現在、本体は流刑の月にいます。なんか処分されたって、でも、あの書類書いたのも、クラインさん。もっと何かないかな。その、月の68番っていう番号についてとか、流刑の月とか。実のところ私もクラインについて多くを知らないのです。この私はストローに刻まれた情報をもとに再現されたものです。そしてその情報はクラインに選別されているようで、目的に不必要と考えられた記憶は持っていないのです。ですが安心してください。逆説的に私が知らない情報は知る必要がないということです。じゃあ全部話せ！知ってること全部言え！そんな、目的は何なのよ。私の目的は王との約束を果たすことです。そのためにあなたを呼びました。約束って、王って、あなたも知っているはずです。レイルロードスパイク、それが私の王の名です。ストローについて。月の装置は秘匿のために人間の道具に似せて作られます。
あなたが手にしたストローもその一つです。私が作りました。あ、そうなんですか。ストロー単体では機能しませんが、ムーンパレスの飲み物と合わせて使うことで多様な効果を発揮します。え、じゃあ他の飲み物でもいいの？ストローの機能。本来ならば処刑人の手に渡るはずのものです。処刑人。しかし現在はあなたの元にあります。クラインがそうなるように仕組んだのでしょうが。処刑人って、約束って？私は王に平和で普通の人生を与えることを約束しました。普通か？そんな曖昧な上に難しいことを。そうですね。ですが月の技術で実現可能です。そしてクラインがすでに計画を半分まで実行しています。残りの半分をあなたに頼みたいのです。え？手順は簡単です。まず、ドリンクバーとストローを使って、再起錠剤とトークンを生成してください。ん？うん。そして、王に再起錠剤を飲ませててください。飲ませてておくね、じゃあ。それで王は記憶を失い普通の人間として生きられる。え？箱を渡すほど信頼されているあなたの頼みなら、王はすぐに承諾してくれるでしょう。その後、ムーンパレスに駐在する管理者にトークンを渡してください。管理者。それで私の王との約束は果たされ、あなたたちも地球へ帰ることができます。え？どうかお願いします。王に飲ませるの？それって、王との約束だろうけど、王は本当に望んでんのそれ。処刑人って何？私たちを公平に裁き、刑を執行するものです。私たちの中で最も誠実で責任感の強い者がただ一人、処刑人に選ばれます。私たちって？王との関係は何なのよ？何よあんた、ポットでのくせに。覚えていません。え。重要な情報のはずなのですが、王に関する記憶がすっかり抜けているのです。これは推測なのですが、クラインは自身の王に対する上官が目的を達成する妨げになると考えたのでしょう。え？クライン。クラインってでも、王がいた時代の人なの？月の人？え？ストローは飲み物との組み合わせによって効果を発揮します。全く効果がない組み合わせもあります。私の記憶にある効果は、ストロー内情報との接続。これは現在体験しているものです。そして再起錠剤の生成。最後にトークンの生成の3つです。他にも効果があったと思うのですが、記憶にははっきりとは残っていません。おそらく他人の生成に干渉するようなものもありました。それと飲み物と効果の対応は覚えていません。じゃあ変な組み合わせしちゃうかもしれないってこと。実際に試してみてください。極めて危険なものはないはずです。本当かよ。本当かな。再起錠剤。かつて不可逆な精神状態に陥った仲間たちを治療するために作られたものです。彼らには効果がありませんでしたが。え？やがて私たちや人間にはある程度作用することが分かりました。一度飲むと服用者は記憶を失い、新たな記憶に上書きされます。新たな記憶は個体差はありますが、人間として一般的なものです。つまり別人になるんです。え？こっからがこの錠剤の得意な点なのですが、服用者は存在しない人間としての記憶を手に入れると、すぐに社会に溶け込みます。え？本来なら偽りの記憶と現実との齟齬に悩まされるはずなのですが、錠剤は新たな記憶と辻褄が合うように世界をちょっと改変してくれるのです。秘密道具じゃねえか！そんな、凄すぎない？あなたが思っているほど高度な技術ではありませんよ。世界を改変とは言いましたが、実際には広範囲の人間の精神に少し干渉しているだけです。でも絶対戸籍とかもあるんでしょ？それってすごいよ。それもすごくない？人間にとってはそうかもしれませんね。説明を続けます。ここまで話したのは錠剤の一度目の作用です。二度目の服用によって、服用者は一度目に失った記憶を取り戻します。はぁ。間違えて飲ませてしまった際の保険として使えます。なるほど。三度目以降は一切効果がありません。あ、じゃあ一回服用しちゃったら、そんでもう一回服用して元の人格に戻ったら、
もう別の人格になることはできないんだ。つまり再起錠剤は基本的に一度しか使えないということです。基本的に使用の際には注意してください。例外があるのか。例外的が。ホーク、トークンは一部の月の装置を使用するために必要なものです。通貨やエネルギーのようなものだと思ってもらえれば。ムーンパレスにもトークンが必要なものがあります。転送装置です。地球への変装に必要なんです。普段はムーンパレスにトークンが常備してあるのですが、現在はトークンが切れているようですね。ミルク？だからこれミルクの形してんのか。飲んじゃった。大好き、ミルク大好きな人がいて切れちゃったよ。ムーンパレス、私たちの使用する施設の一つです。様々な用途があります。現在はメンテナンス中です。私たちの大半はそこを訪れないでしょう。それ以上の情報は持っていません。だから、人間以外の誰が来たりしないってこと。私たちって？私がそう言っていましたか？言ってよ。言ってた。人間と、私たちには効果があるって。人間じゃない存在もいるけど、私たちという存在は何者なのよ。私たちは、月に属する者たち。あ、う。113人の同胞がいるの？これが思い出せる限界です。そうなんだ。113人。管理者。ムーンパレスに駐在して転送などの作業を担当するものです。どんな状況になろうとムーンパレスには必ず管理者がいます。絶対にです。絶対にか。おそらく私と同じように人間の姿をしているでしょう。確実に見分ける方法は特にありません。優秀な管理者なら決して尻尾を見せないでしょう。そうか。管理者がわからなければ全員にトークンを渡すのもいいでしょう。トークンさえあれば管理者は転送装置が使えます。そうか。終わり？じゃあ、そういうことで。砂糖とか、ミルクだけ切れてる。今起こったことを話すことはできないよね。入ってないもんね、話題に。じゃあペンギンソーダから行ってみよう。ペンギンソーダやばそうだよね。行ってみよう。ごくごく。炭酸強。何か起こった感じはしないね。炭酸で喉がやられちゃってるじゃん。じゃあリンゴジュース。だってこれはただのリンゴジュースだもん。美味しいね。何もないのかな。月の涙は同じだからスープかな。何かが見えそう。でも他の何かと混ざってすぐ消えてく。もっと対象に近づいた方が良さそうだ。え？ね、これ持って、あ、持っていけたんだ、これ。王の前で飲んでみていいかな？そんなことしちゃっていいのかな？飲む。首。何か見えてきた。扉？あれ？こんな？頼む、開けてくれ。人の精神。誰ですか？こんな夜遅くに。そこに何の用が？あ、これは、R スパイク様。王よ、私目に何か来ようでしょうか？そこ版のレナーデはいるだろうか？レナーデ様は7年前に熱病でお亡くなりになりました。え？現在のショコバンは私、クラインメが担当しております。そうだったのか。では、貴公に頼みがある。実は、ただ本を読みに来たのだ。業務の山で疲れた。そうでございますか。承知いたしました。それと、逆に気を使わせてしまうかもしれないが、
その言葉遣いをやめてくれないか。ここでも王で言いたくない。ただの書庫の利用者として扱ってほしい。難しいこと言う。わかりました。どうぞ。ただ、王と呼ぶことは許してください。どうもなれなくて。ありがとう。それと、本当に王様をただの書庫の利用者として扱うなら、こんな夜更けの利用者を追い出しているところですよ。それは。すみません、冗談です。さあ、どうぞこちらへ。結構やるな、クライン。もう10年前とは変わっているな。何かいい物語はないか。しばらく本は読んでいなくてな、優しいものだといいんだが。それなら、こちらはどうですか？人が老いると砂になる国の話です。それは優しいのか？へえ、出会い。あれ、なんか仲良し。いつも気になっているのですが、どうやってここに来ているのですか？城には、キーラーだってたくさんいますよね。寝室の窓から中庭に出て、そこから屋根伝いに。危険すぎますよ。落ちたらどうするつもりですか？そうでもしないと自由な時間は手に入らない。仕方ないだろう。はあ、気をつけてくださいね。月。それで、P ・キャロラインの乳暮れの夢はどうでしたか？あれは良かった。しかし、父の怪物が現れてからは好きではないな。そうですか？私はキャロラインが書きたかったのはその後半部分だと思いましたが。そうかもしれないが。怪物のせいで村人の生活が壊されただろう。我は前半の生活の描写が好きだった。あれは美しい。なんだこのオタクの会話は。読書オタクの会話？今度は平和な本にしましょうか。これは、思い出ですね。とうとうすべてを諦めた女は泉に銀の剣を投げ捨て、森のどこか奥深くへ姿を消したそうです。こうして偉大なる志は半ばに終わりました。そうか。それで続きは？続きはありません。伝説はここで終わります。そんなぁ。それなら女はその後どうなったんだ。そうですね。きっとどこかの村に受け入れられて、それなりに幸せに暮らしたんじゃないですか？物語というものは満たされた人間に用はないんです。弦に及ばずってやつです。だから伝説は女のその後を語っていない。そういうものなのか。そういうものなんです。仲良し。仲良しだな、クラインさんと。ところで、グステンの信仰の話は聞いているか？あら。当然です。これから忙しくなる。今日が最後になるかもしれない。ありがとう、クライン。君と会ってから毎日が楽しかったよ。はわー。王様。逃げませんか？いや、逃げるわけにはいかない。望んでなったわけではないが、我はこの国の王だ。民を守る責任がある。このままだと、あなたはこの戦いで必ず死ぬでしょう。死ぬだろうな。王様、私と交わした約束を覚えていますか？もちろん。しかし、今となっては、ザレ事、のようなものだ。難しい言葉使う。国と民の未来がかかっている。私はこれまで、一度も約束を違えたことはありません。そしてこれから、初めて約束を違えることになるでしょう。すまない。ここは？体が動かない。クライン！お前！
そこにいるのはクライン、君だな。クライーン。そうです。どうしてわかったんですか？わかるさ。フォースプーンはどうなった？フォースプーンは滅びます。クグツの王の首一つでは何も変わりません。手厳しいな。しかし、我には王としての責務がある。返してくれないか。望んで王になったわけではないでしょう。そうだ。しかし民にとって我は王だ。クライン、頼む。クライーン。頼むよ。クライーン。王様、ごめんなさい。私はあなたの意志ではなく、あなたとの約束を選びました。あなたを逃がします。クライン！あなたの胸元に箱を入れてあります。え、ドキ。信頼できる人が現れたらこれを託すように。クライン。君はどうなる？報いを受けます。ダメな。クライン。待ってくれ。はっ。ああ、ラテラ、どこに行ったの？あ、来たばっかりの時だ。ああ、どうして死ねない？ガラスパンさん、落ち着いてください。すごい、扉の向こうから言ってんだろうな。なんか聞こえるな。ここは。うわあ。こんなん覗き見しちゃって。ごめん。ごめん、おう。なんか覗き見できちゃったかも。うわー、取り返しがつかないかもしれないよね。やめておこう。繊細な部分かも。てか覗き見したんだし。これ他の人にも使えるのかな？